はい、どうも皆さんこんにちは、たかしでございます。はい、今日はですね iPhone アプリをちょっとやってみようかなということで動画を撮ってます。はい、今日やるアプリなんですけれども、あいつ勇者辞めるって、いやもうタイトルからして霧島部活辞めるってってやつで、辞めるらしいよみたいなやつ、あの映画のなんか勇者版みたいな、これ完全に名前に惹かれてダウンロードしちゃいましたけども、一応ですね脱出ゲームらしいんですよ。で無料でダウンロードできるので、ぜひぜひ皆さんもやってみてください。じゃあ早速ですがやっていきましょう。はい、いきます。あいつ勇者辞めるってスタート。始めからペン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 。世界を突如現れた魔王により混乱していた。町外れや森には魔物が現れ、人々は怯えて暮らしていた。魔王すげえな。かも俺は勇者、魔王を倒すためここまで旅をしてきた。魔王が住むと言われているパンチモミモミタ何やそれ。わあ、ちょ、まあ、読むよってね、読むよってね、ちょっと早い早い早い。ここまで楽な道のりじゃなかった。パンチモミモタに近づくにつれ、魔物の強さも増していく。俺は勇者、だけど俺に、ああ、ちょ、前、早い、早いよ。もう限界だ、勇者なんて、ごめんな、勇者なんてやめてやるったら、やめてやるー。全然勇者じゃないんだろうね。勇者になりたくないのに、なんか、やれって言われたんだろうね、主人公は。はいはい、勇者の正しいやめ方、正しい勇者のやめ方だって。あなたは勇者です。ですが勇者を辞めることにしたので、この城壁町から王様見つからないように脱出しなければなりません。情けねえな、おい。すげえ情けねえな。いや、タップすればいいのね。タップしまくると。はいはい、いろんなところを探すとアイテムが手に入ることがあります。はいはいはい。わかりました。どうしても先に進めない場合はマップのところにあるヒント屋さんにある。ヒント屋さん、なるほどね。なんかすごそう。はいはい、わかりました。検討に乗ります。ありがとうございます。あ、もう始まった。いや、タップしまくればいいんだよね。お、小さなベッドだ。ん？お、いきなりなんか拾った。紙くず。なんか猫がいるぞ。なんでこんなとこに。ここに。いや、お困りか。おお、喋った。喋れるのは秘密にゃ。お困りならヒントあげるにゃ。いや、ヒントは。まあ、まだ早いね。ツボ。お、なんか手に入れた。いろいろなんか手に入るね、すぐね。はい、お花。花瓶にお花が生きてあるだけで。はい。タンス、はい。本棚。お、なんか赤いぞ。おお、いきなり取れた。ありがとうございます。なんだこれ、赤いのあるぞ。なんかこれ赤いのスイッチみたいなのあるよこれ。はい、押しちゃいます。押します。はい。ドキドキ。おお。なんだなんだ。なんかツイスター出てきたぞ。四つしかねえぞ。ツイスター四つじゃできないよ。ツイスター。はい、まあいいや、宝箱、はい。鍵がかかっている。なんだこれ。壁には鍵がかかる。なんだこれ。芸術は理解できない。私もです。私も理解できません。なんだなんだ。タンスのとこ取ってかない。おっ！これ取ってじゃないですか、これ。この真ん中のアイテム。はい、使っちゃいます。この字型の何かを使った。ドン！お、楽勝ですね。小さなメダルないかな、メタルないかな、よくわかんない。勇者は炭素調べた。一応勇者なんだね。お、鍵が手に入りました。これあれじゃない、宝箱開くんじゃない、これで開くんでしょ。余裕です。てか最初から難しかったらダメだよね。で、何拾ったって調べた。はい、お、髪切れ手に入れた。お、逃亡資金ゲット。とことん情けねえなこいつ。ボタンなんだこれ。ツイスターじゃねえんだね。あ、わかった。はいはいはい。もう、これはもう、やるし、楽勝です。この紙を見て、あれしょ、多分この順番になってるってやつでしょ。ははは。です。オッケー。この右上から、こう来て。あ、広告開いちゃった。広告開いちゃった。はいはい。これあれしょ、右上から来て、こう来て、こう。あ、なるほど、分かった。で、これを、はいはいはい。こう。あ、覚えらんねえよ、これ。全然覚えらんねえよ、これ。多いよ、9個って。キーミーアー。あー、青もあーだ。キーミーアーオー。あ、なんかこれ、戦隊賞だね。戦隊賞っていうか、対象だね。キーミーアーオー。で、またキー入って。
それ逆入れればいいんだ。黄身青を逆でやっていけんだね。黄色を挟んで、はい、任せなさい。黄身青で黄を挟んで逆順だから、うえーっしゃー、にゃー、お、なんだなんだ、猫ちゃん、にゃー、にゃー、おー、お、猫が消えちゃった。お、なんかくれした。いや、なんか逃げれるぜ、やったっつって、情けねえな。これが王様に言った、これが王様の言っていた隠し路、通路だな。よし、またこの絵から脱出だ。あ、これはもういらないな。ぽい、なんと勇者は髪を捨ててしまった。いいのか、おーおーおーおおお、なんだ、とりあえず探しまくればいいか。鍵がかかってる、壺が怪しいぞ。あれ怪しい、怪しい壺が、何もないじゃん。このおっさんなんだ、サブ、いらっしゃいませ、アイテムへようこそ。あ、何、アイテムって何、脱出にアイテムがいいんだ、どういうこと。なんか思ってるあれだね、なんかめ、なんか閉じ込められるっていうかは RPG 風な脱出ゲームなんだね。さっちゃん、はい、どうも。クールなデザインのカブトだ。カブトかぶってるけどね、勇者。エクスカリバー、床に紋章が描かれてる。なんだこれ、なんだこれ、なんかまあまああんだろうね、多分。木の盾だ、穴が開いている、穴が開いている、古びてる上だ、このシミは血の跡。なんで使ったやつ置いてあるのえ、なに、わかんない、これ武器屋っぽいよね、パッと見。これなんかおっさんでしょ、またゲン、いらっしゃい、最強の武器屋だよ。ハンマー、それライトセーバーライトセーバー売っちゃってんの、すげえな。なんかもう設定がすげえな、時間まあいいや、なんかここわかんない、もうなんかすげえぞここ。針が1本しかない。また本棚なんか、薬草に関する本が並んでる。はい、はいはい、年金問題か、こいつなんかすげえな、現実的。勇者本棚を調べた、魔法に関する本が並んでる。白魔法としての仲間が欲しかったなこいつかわいそうだかわいそうだな。旗が重ねてる、なんかさっき見たぞこのマーク。なんか木がある、待て待て、召喚獣に関する実在するとは思えないが、なんかマイナスだな、なんか棒みたいに振られたぞ勇者は棒切る手に、はい、勇者は本棚を調べた、モンスター図鑑が並んで、こんなのいたら勇者は絶滅だまあやる気ないんだけどしょうがないよね、もう逃げ出したくてしょうがないんだから。勇者は本棚を調べた、ダンス関連の本が並んでる。あ、ダンスね、踊り子仲間の夢だったのに、まあ、無理だよ君じゃ、君じゃ無理だよ。でなんかね、スーッとだっけずっと気になってたんだけどなんかハゲたおっさんいいんだけど、何これ邪魔を邪魔をって名前、邪魔、ハゲて邪魔をって、ちょっとなんかすごいな。運命の人とここで会えるって言われたから待ってるんだ。おお、すげえけなげだあれだ、終わりかよ。あ、邪魔をってこのハサミ取らせてくんないから邪魔なのね。すげえな、もう邪魔でハゲてるとか、お前大丈夫かお前。お、ケロ。なんだこれ。綺麗ですね。水の中に何かあるらしい、穴が開いている。木だ、毛虫がいっぱいだ、嫌だな、嫌な木だな。木で幹にエニムウーと掘られている。ん、木だ、幹にピョロッシュと掘られている。なんだろう、幹だ、幹にスミスと掘られている。鳥の巣がある、葉っぱが茂っている。なんでよくわかんない。ただの木でしょ。丸いテーブルだ。真ん中に穴が開いてる。なんか穴が開いてるのばっかだな、さっきから。勇者は壺を調べた。はい、何も見つかりません。勇者は宝箱を開けた。宝箱を調べた。しかし何も見つからなかった。よくあることだ。
よくあったんだろうね、だから冒険としてね。まあ、だから買ってこっち行けんの。お、なんかこれさっきなんか ヒントの人とか言ってた人じゃない、ヒントの人、ちょっとヒントババヒントババまんまだないいのか自分、ヒントババアって自分で言ってんのかな、この人自己紹介するとき、私ヒントババアです、ババア、ヒント欲しいか、まあいいや、とりあえずまだ大丈夫です。なんか女の人で、あら、あんた勇者さんに似てるね。いや、まあ一応勇者なんだよね、勇者がこんなとこに来るはずないと。ピン子さんもね、ピン子さんも裏切る形になっちゃって申し訳ない、流しがある、はい、壊れていて水が出ない、はい、なんだこれ、開いているような、これ何、これコンロ、釜みたいな、これなんだ、これスロットみたいな、スロットマシンがある、1回10ゴールドだ、ん、ちょっとなんかよくわかんないな、え、何これ、アイテムとか買わなきゃいけないのかな、なんか花安いし花買っとく、花、花を買い上げて30ゴールドになります、はーい、おー綺麗な花、よし、花を手に入れた、はーい、どうも、花、花なんてなんか置くとか、ここのテーブル穴があったねここに置くんですきっと、どうやら違うようです。この棒は、え、何これ、さっきの多分なんかあのあれだよね、カエルのやつって、これなんかこのカエルだよね、なんだかよくわかんねえな、この旗のこれなんか意味あるんだろうな、でも2個しかない、何これ、え、もう早くも行き詰まった、ちょ、なんか買うのかな、これちょ買ってみよう、聖水買ってみます、聖水おかげですね、100ゴールドになります、はい、どうも、勇者聖水手に入れた、サブありがとうございました、え、終わり、うん、なんかよくわかんない、とりあえず全部やってみるか、はい、リプレイ10お願いします、おお、お、来たんじゃないこれ、ほえ、お、なんかすごい、お、ハート食らった女の子からのハートの攻撃食らったわけ、今大丈夫かこれ、はい、そんで、あ、お金増えたんだ、なにこれ、ちょっとヒントババアはまだ使いたくないな、買えるか、あ、なんかここ買えるんじゃない、ここも買っちゃう買っちゃう、あざーす、勇者ハンマーを手に入れた、武器は正しく使えよ、はーい、お、あれじゃないごめんさ、ハンマーでこれ邪魔を邪魔をコラってできないから、コラ行くぞコラ、あれできません邪魔を埋める人とここで会えるって言われたから、けなげだよこいつ、邪魔をはげてるけどすげえけなげ、ハンマーで叩こうとしてるのに、運命の人とここで会えるって言われたから待ってるんだ、すげえけなげ、うん、君はもう何も言わない、そこで待ってろな、お花あげるよ俺が、はい、お花違うのか、お花なんかあげるのかな誰かに、とりあえずお花、お、なんかこの女、お、奇跡、え、これ私に、ありがとう、俺にこれあげちゃう、おお、すげえな、お花あげたら鍋くれるっていうすげえな、すげえブツブツ効果、勇者は鍋を手に入れた、はい、鍋ですな、すごく大きな鍋だ、何に使えと、本当だよ、なんでお花あげたら鍋くれるんだよ、あ、てかこれセーブとかあるのか、あ、セーブあるね、これ右上の多分セーブだね、これうち、お、セーブが完了しました、ちょっとなんかもう一段階ぐらい行きたいな、うん、時計針が1本しかない、あ、この木は使えないよな、そういうこと、あ、トンカチで直すってわけではない、ではない、うーん、これなんだ、あ、水の中に何かあるってことは、この棒で、棒で取るんです棒で池だ、戦法じゃ、うーん、水汲めんのかな、お鍋で
おお、来た。はいはいはい。なんと鍋に水が入った。ありがとうございます。いや、わかんない、全わかんないけど。え、そんで終わり？これ壺に入れるとか、壺に入れるとか？違います。あ、なんかいっぱい壺って、てかさ、さっき緑の壺なんだろうあれ。ここに清水入れ、清水っていうかなんか入れんじゃない？違います。だえ。このおばさん、お、さっきみたいな花あげるみたいな感じで、この水入ったお鍋を、違います。中身は透き通ってる。何の変哲もない。ただの冒険だ。影が勝ってる。勇者、女の子の人気かな、ドキドキ。こいつダメだな。これ何、どうすればいいんだろう。スロットもう一回やってみるか、とりあえず。え、ゲットなのこれで。え、今、あ、これ当たりなの。いや、わかんない。全然わかんない。基準がわからない。え、これヒントはバーに聞くしかないのかな。残念ながらそのアイテムは売り切れです。清水はもう売り切れだもん。これは売れませんが見るだけなの。おっ、これはなんかヒントだぞ、明らかに。パックマンと欲しい。パックマン欲しい。上、パ、左上がパックマン欲しい。パックマン欲しい。飽き飽き。パックマン欲しい。飽き飽き。パックマン欲しい。これでしょ。パックマン欲しい。飽き飽き。順番が違うぞ。何これ。多分、あ、これだ。ん、パックマン欲しい。ハート十字架。ん、わかんない。ちょっとやってみよう。パックマン欲しい。ハート十字プラス。はい、違いますね。何だろう、これ順番が違うだけかな。いける気がする。いや、お願い。おお、来た。なんと紋章の裏から釣り竿が出てきた。釣り竿で絶対水の中のあれを取るんでじゃないですか、これは。任せてください、任せてください。いけだ。この釣り竿を使ってですね、よし、大物が釣れそうな気がする。何、何か釣れんの。勇者、一気に釣り竿を振った。おお、タコ。もうどういうこと、この世界すごいな。なんだこれ。なんと勇者はタコを釣った。やはり漁師の才能が。タコって何、何に使うのこれ。どっちで。タコ瓶に入れんのかな。あ、さっきの青いとこに使えないかな。これな、タコ壺じゃない。タコ壺違いますと。じゃあ、まあとりあえずなんかキリもいいので第1回目はここで終了にしたいと思います。セーブ。はいはいはい。あいつ勇者やめるってでした。でもクリアしたいね、これね。どんぐらい長いんだろう。結構長いのかな。結構長かったら結構長いね。当たり前で結構長い。それ結構長い。うん、ちゃんとクリアできるかちょっと不安ですけども、やっていきたいと思います。で、このあいつ勇者やめるっての、アプリダウンロードの URL も載せとくので、ぜひぜひダウンロードしてください。そして教えてください。結構今はここまでスススッといったけど、まあこの先は分かんないんでね。はい、で僕ですね、あのツイッターやってますので、ぜひぜひフォローしていただければ、もうでね、気軽にリプくれればですね返しますので、ツイッターのリプの方がよく見てるんで、ぜひぜひそちらにお願いします。でよろしければ、動画の評価シェアをよろしくお願いします。はい、では、あいつ勇者やめるって第1回目でございましたが、またどんどん更新していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それではまたお会いしましょう。バイバーイ。そう、登録ボタンを、そう、そう、そう、登録ボタン、そう、うん、そう、登録と、そう、と、そう、登録ボタン、そう、登録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